はい、皆さんこんばんは。クリエイティブクラウド道場の時間がやってまいりました。毎週クリエイティブクラウドにちなんだテーマを取り上げ、解説するアドビの情報番組クリエイティブクラウド道場、早速今日のテーマに行きたいと思います。第61回、知らなかった2014年リリースクリエイティブクラウド、あなたの知らない機能サービス11と、題してお送りしていきたいと思います。ということでですね、クリエイティブクラウド道場、2014年リリース、今年の6月にですねクリエイティブクラウドがまた一新したっていうところが、ございまして、それにちなんで、その、2014年リリースアップデートしたツールというのをですね毎週ご紹介してまいりました。でですね、今日はですね、それの、まとめ的なところもございますが、この2014年リリースの、デスクトップツール群、のアップデート、ではなくですね、この2014年リリースのクリエイティブクラウドの、サービス、がですねどのように進化したかといったところをですね、ご紹介していきたいと思います。これまで、クリエイティブクラウドのサービスとして提供している部分も含めまして、この、タイミングでですね、また強化されたりアップデートしたりといった部分がございますので、こちらをですね、含めてどんどんご紹介していきたいなというふうに思いますのでよろしくお願いします。それではですね早速、スライドを使ってご紹介していきたいなというふうに思うんですが、まずですね、11の新機能というふうにあるんですが、厳密に言うともっとたくさんございます。11だけではなくですね、その13、14ぐらいあるのかな、全部ですね、チャキチャキっとこうご紹介していければなというふうに思いますけども、1番目にご紹介したいのが、このサービスでございます。はい、新アドビドットコム、新しいですね、アドビの、ホームページ、をまずご紹介したいと思います。早速、アドビのウェブページ、に行ってみたいと思います。こちらですね、おなじみのページかと思います。adobe.com/jp という形でですね、日本での URL は、このJP がついた形ですけれども、こちらのウェブページですね、何度となくご覧いただいたことがあるかなというふうに思うんですが、こちらがですね、この6月のタイミングでガラッとデザインが大きく変わっております。実は今回のアップデートということでですね、これがもうクリエイティブクラウドサービスのですね、入り口、フロントエンドというような位置づけに大きく変わってきております。で、画面のこのウェブページのですね、にアクセスいただいて、もちろんこの状態のままでもですね、例えばこのメニューというところをタップいただくと、各製品の情報のページに行ったりとかですね、もちろんクリエイティブクラウドだけではなくですね、マーケティングクラウドの方の情報、あるいはその下の方に行っていただきますと、さまざまな、他のサービスツールの、リンクがございます。また購入方法とかラーニングサポートへのリンクとかですね、もちろん会社概要、アドビについてといったところもですね、ここから行けるようになってます。このメニューのところですね。で、また検索のところがですね、かなりチューニングされておりまして、検索のところをタップして、例えばフォトショップっていうことでフォトショって今打ちましたけども、フォトショップにちなんだもちろん製品ページへのリンクっていうのが最初に出てきますけども、他にですね、ヘルプチュートリアルとかですね、こういったところに、ポーンと飛んでいけるようになっているというような、内容に、この検索を生かしたですね情報へのたどり着き方というのをさらに洗練させたというのも一つの特徴です。で、ここでご紹介したいのが、クリエイティブクラウドのですね、フロントエンドというふうに申し上げたんですが、ここにサインインというボタンというかリンクがございます。これでサインインしていただくことによって、クリエイティブクラウドのですね、アカウントでサインインしていただくことによって、フロントエンドとして機能するようになります。ここで、サインインのための情報を、ご入力いただいて、サインインをしてみたいと思います。そうすると、はい、出てきましたね。この部分になります。よいしょ。
はい、私の顔写真なんかも出ておりますけども、このサムネイルの元ですね、アプリケーション、デスクトップとかですね、アドオンズ、モバイルっていうのがございます。あるいは、アセット、コミュニティ、これがですね、クリエイティブクラウドで提供しているサービスの入り口に実はなっておりまして、ここから各種サービスにですね、ダイレクトに飛んでいくということが可能になっております。で、また一番下にはサインアウトという形で、今こういうですね、形になっておりまして、例えば会社のパソコンで、サインインしたままにしておくとですね、自分の、サインインした状態がこう残っちゃうということになっちゃうので、他の人も使うようなパソコンであればですね、ここからまたサインアウトしていただいて元に戻すというボタンが一番下に設けられております。で、このように入っていただいて、例えばこのデスクトップというところをですね、クリックしてみますと、はい、こんな感じでですね、デスクトップアプリケーションの一覧ページに飛びます。おなじみのアイコンが並んでおりますけども、自分の使ってないアプリケーション、先週特集しましたが、例えばこのオーディションを、インストール、自分の手元のパソコンにインストールしたいときはですね、このダウンロードボタンを押していただくと、セットアップがされるという形でございます。ただこちらのページからセットアップをしていただくのはおそらく最初の1回なのではないかなというふうに思います。クリエイティブクラウドというのはですね、ここをクリックするとまずですね、この右上にございます、はい、これですね、クリエイティブクラウドデスクトップというですね、アプリケーションをまず入れてくれます。で、これは常駐型のアプリになっておりまして、こちらから、以後のですね、アプリの、インストールというのは、行うことができるようになっています。この Apps というタブをクリックしますと、自分の、パソコン上にセットアップされている、アプリの一覧、そして、これから入れたいなというですね、アプリの一覧が今度は下の方に出てくるというような構造になってまして、こちらからアプリを入れていただくということができるようになっております。はい、でですね、アプリの話になってきているのですが、よいしょ、そうですね、もう一つですね、ちょっと、ご紹介しておきたいのが、このですね、各アプリケーションの、ページ、先ほどのメニューからもいけますし、あと今この、アプリの一覧の画面からもいけるようになっているんですけども、ここのこの最新情報というところですね、こちらをちょっとクリックしてみたいと思います。そうしますと、このような画面が出てきます。これ PhotoshopCC の最新情報ページという形になっております。で、こちらなんですけども、今出てきておりますのが、一番左端のところにタイムラインがございまして、2014年8月5日のですね、アップデート内容がこの部分という形で紹介されております。で、少しスクロールしてみますと、今度はですね、2014年6月18日の内容と、いつもご紹介しております通り、クリエイティブクラウドというのはですね、常に進化するというお話をしております。Photoshop でもですね、6月の後にも8月、2ヶ月後ですねにですね、この5つの機能追加が行われているということです。よくいただく質問としては、どんどんこういうふうにですね、アップデートして、そのアップデートの把握が難しいというお声をたくさんいただいておりました。新しいですね、この製品ページの方では、このような形で時系列、このタイムラインに沿ってどのような機能が追加されたのかということを見ていただくことができるようになっております。例えば2013年の
9月にはですね、Adobe ジェネレーターが追加されたよとかですね、こういうふうにスクロールしていくことによって確認していくということができます。2013年の、ですね、はい、6月にですね、Photoshop は CS6 から CC というバージョンになりました。この CC という名称がついて、また今年の6月にですね、2014年リリースの CC という形で、メジャーアップデートをしているわけなんですけども、この CC ジェネレーションというかですね、CS から CC になったタイミングから以降の機能はですね、すべてここで確認ができるというふうな構造になっております。また、CC 以前、CC よりも前のですね、機能を確認したい、あるいは機能を比較したいというときは、一番下、タイムラインの一番下までスクロールしますと、旧バージョンを比較するというですね、リンクがございます。ここをちょっとクリックしてみます。そうするとですね、CS3 以降という形にはなりますけども、機能の対象表が出てきます。これでですね、CS3 では、このあたりの下の、9行の機能が入っていたわけですが、 CS4 でこの部分が追加されというような形で、どのような機能がですね、こう追加されてきているのかというところをご確認いただくページにリンクしているという構造になっております。メジャーな Photoshop CC、あるいはイラストレーター、そして、ドリームウィーバーといったツールはですね、このような体裁で、進化の過程がご確認いただけるようになったというアップデートが行われております。はい、ここですね。はい。で、次にですね、2番目の、Tips としまして、CC アプリケーションのお話をちょっとしてみたいと思うんですが、まずですね、CC アプリ、2014年リリースというのが出た、ことによってですね、そのアップデートという形で出てきていたわけなんですけども、はい、このような質問もたくさんいただいております。アップデート CC のアップデートなのに、ですね、CC、こちら今画面出しますね。はい、Adobe Photoshop CC と Adobe Photoshop CC 2014というですね、2つのものがこう入ってきちゃってるよと、これどうしたらいいのと、アップデートなのになんで別のフォルダーに作っちゃうのみたいなですね、質問をたくさんいただいております。ですね、基本的に2014年リリースの Photoshop CC という形で紹介しているのは、メジャーアップデート、つまり以前の言い方で言うとバージョンアップに匹敵するんですね。もちろんですね、 Photoshop CC であることは変わらないんですけども、Photoshop CC そのものの、大きなバージョンがですね、アップデートしたのが、今回の Photoshop CC2014 という形になっております。で、こちらですね、2つ入っても困りますよという、ご意見もよくいただくんですが、Photoshop の場合、よりもですね、むしろイラストレーターとか、あるいはインデザイン、といったところでよくあるのが、互換性の問題ですね。特にそういったメジャーバージョンアップが行われた時にですね、一つ前のバージョン、あるいは過去のバージョンとの互換性というのがですね、互換性が大丈夫なのかというところがですね、求められます。で、こういった形でイラストレーター CC が入っている環境に、イラストレーター CC、2014年リリースを入れると、こう2つ出てきますけども、この2014の方で、互換性の問題がないかというですね、動作確認、あるいはですね、ファイルの互換の確認を行っていただいた上でですね、問題がないよということであれば、こちらのですね、2014のついてない方ですね、CC の方をアンインストールいただくというような形を今回は取らせていただいております。いきなり消して新しいバージョンを入れるというですね、選択肢もあったんですけども、この互換性というところを重視させていただくということでですね、お客様の方でマニュアルで消していただくという方法を取っております。こちらでですね、特に互換性に問題がないようであれば、ドリームウィーバー、フォトショップそれぞれですね、2014が入ってきますけども、その一つ前の CC の方はですね、適
宜削除いただければというふうに思います。ただですね、まあ、こういうふうに削除いただいてもいつでもですね、このクリエイティブクラウドデスクトップの方からまたインストールをしていただくということができるようになっておりますので、まあ、必要に応じて必要なバージョンを入れていただくということができるようになっています。はい、そしてですね、この2014年リリースからは、この過去バージョンのインストールというのがですね、少し簡単、まあ、あのそこの、まあ、あの過去のバージョンへのアクセスが少し簡単になっております。それをちょっとご紹介したいと思います。このクリエイティブクラウドデスクトップからですね、直接行っていただくことができるようになりました。で、このクリエイティブクラウドデスクトップですね、上の部分にはインストール済みの製品が入っております。ですね、私クリエイティブクラウドエヴァンジェリストという役職上ですね、全ての、しかも複数のバージョンのですね、アドビデザインツールがですねインストールされているので、こんなにたくさんですね入っちゃっておりますが、ご覧になられている皆さんですね、自分のよく使うツールだけですね、ぜひですねインストールいただければというふうに思います。これ一気に全部入れる必要はもちろんございません。で、必要なツールは、この下の方ですね、新しい製品を検索というところから必要に応じてインストールという形で入れていただくという形式をとっております。私 GLIFLOWCC のプレビューだけはまだ入れてなかったなということで、ここをクリックするとインストールが始まります。で、過去のバージョンですね、例えば今回、CC2014 をインストールいただいて CC は削除してしまいましたと、ただこの CC をもう一回復活させたい、あるいは、クリエイティブクラウドで利用できるさらにもう一つ前の CS6 のバージョンを入れたいといった時にどうするかということなんですが、以前は、アプリのですねコンソールのページ、ウェブサイトのですねブラウザーを介して行っていただいて選んでいたんですが、このクリエイティブクラウドデスクトップから行っていただけるようになりました。で、それを出すための方法なんですけれども、この新しい製品を検索のところのですね、このすべてというところを、クリックいただきます。クリックいただきますと、こういうプルダウンが出てきまして、以前のバージョンというですねところを選択してください。そうすると、あ、出てきましたね。はい、こんな形でですね、またアプリケーションですね、もうすでに Photoshop CC は入れてるんですが、このような形でまた出てきてくれます。で、これまでの通常のインストールボタンと違うのは、これもプルダウンメニューになっているということです。で、例えばイラストレーターのインストールのところをクリックいただくと、はい、イラストレーターの CS6 あるいは CC というバージョンがこちらから選べるようになっております。で、CS6 を入れたいときはですね、ここを選んでいただくとインストールがスタートするという形になっております。はい、ですね、システム環境、ここはパソコンの方のログインパネルですけども、これで実際にインストールが今始まってますね。イラストレーター CS6 をセットアップしようとしているという動きになるわけでございます。こんな感じでですね、適宜ですね、必要なアプリ、そして必要なバージョンを選択して入れていただくことができるようになったというのがですね、このクリエイティブクラウドデスクトップの強化ポイント、そしてアプリの管理方法という形になります。はい、そしてですね、この CC アプリのバージョンですね、先ほどの2014年リリースですよというお話をしましたが、これが分かりにくいというところのですね、ご説明をちょっとしてみたいと思います。はい、次のスライドになりますけども、こちらですね、これはですね、Adobe Photoshop CC 2014年リリースのですね、ダイアログを出したところなんですが、こちらに、バージョン名というのが書いてございます。2014.1.0。あれ、Photoshop って13とか14とかじゃなかったっけと。実はですね、この2014年リリースをきっかけに、全てのですね、クリエイティブクラウドのアプリのですね、バージョン表記がこのように統一されました。2014.0.0 とかですね、そういうような形の表記になってきます。6月の時点で、Photoshop CC 2014年リリースが出たタイミングで、こちらの方は2014.0.0リリース
でした。その後ですね、8月5日にですね、2014.1 という形のですね、アップデートが行われております。あるいはですね、さらに小数点、例えば 2014.0.1 とかですね、こちらで書いている Y に相当するところが変わるとですね、主に不具合の修正、あるいはセキュリティ関連のアップデートがあるときは、逆に言うと新機能の追加がないときはですね、この Y のところが進んでいくというような形です。このような形でバージョンの表記が変わってきております。今お使いのバージョンですね、結局こんがらがっちゃってどうなってるんだというところ、あるお客様もいらっしゃるかもしれません。アプリケーションのですね、バージョン、このダイアログのところでですね、こちらの方ちょっと見てみてください。で、2014点ペケペケになっているいればですね、2014年リリースになっているというところがご確認いただけるかなというふうに思います。今後このような形でですね、メジャーバージョンアップがあったとき、2015年リリースという名称、あるいはそういうアップデートがあるかどうかは、今の時点では分かりませんけども、メジャーなバージョンアップがあったときは、この2010ペケというような形で、Photoshop は、バージョンアップをすると。さらにそれに、追加の機能があると、2010ペケ10X とかですね、10Y とかですね、というような形で進化していくという形になっております。はい、このようにですね、バージョンの表し方が各ツール、統一されて、これまでとはちょっと違う、形でですね、年号が入ったんである意味、世代がちょっと分かりやすくなったかもしれませんけども、こういうふうに見ていただくということが可能になっております。ただあくまでも、名称としては、Photoshop CC という名称でございます。あるいはイラストレーター CC、こういうような、形に、変わってきております。はい、というところですね、アプリケーションのですね、管理方法、そして、バージョンの数え方、またアンインストールの方法といったところをですね、ご紹介したのが、2つ目のチップスということになります。はい、次にですね、紹介したいのがちょっとですね、クリエイティブクラウドデスクトップに沿ってですね、ご紹介していきたいなというふうに思いますが、これはですね、こちらでご紹介しましょう。ですね、先ほどご紹介した adobe.com、こちらのウェブページを使ってちょっとご紹介してみたいと思います。はい、来ました。ですね、この中の、このサービスとして提供している部分をですね、ちょっとご紹介していきたいと思います。こちら、今デスクトップアプリの入れ方ということでデスクトップをクリックしました。またですね、最近モバイルアプリというのも出てきておりまして、そちらのご紹介およびリンクというのはこのモバイルのところをクリックいただくとご確認いただくことができます。で、このアセットから下はですね、クリエイティブクラウドが提供するサービスという形になっておりまして、特にですね、クリエイティブクラウドメンバーの方にですね、おすすめのご利用いただきたい機能がこのファイルというふうに書いてある部分ですね。こちらがクリエイティブクラウドストレージというものになります。で、クリエイティブクラウドメンバーの方はですね、実は、クラウド上のストレージをご利用いただくことが可能になっております。ですね、通常版、通常のですね、ご契約、あるいはですね、単体製品という形でのご契約をいただいている方は、右から2番目になりますけれども、20GB のクラウドストレージがご利用いただける、形になっています。また、グループ版、右端ですね、のお客様であれば、1アカウントあたり 100GB が割り振られるという形で、クラウドストレージをご利用いただくことができます。そしてですね、今度は左側になりますけども、実は無償のクリエイティブクラウドメンバー、つまり Adobe ID を作っていただいてですね、無償でサインインをしていただいた、お客様、体験版30日間、使えるというですね、
こともあるんですけども、実はその体験期間が終わった後もですね、この2GB のクラウドストレージエリアがですね、引き続きご利用いただくことができます。ですので、まあ、クリエイティブクラウド無償メンバーというような言い方をしておりますけども、まあ、一番最初このメンバーになってから、アプリを起動して30日間各アプリが使えるよというのに加えて、ずっとですね、この無償メンバーの 2GB のクラウドストレージはご利用いただくことができるようになっています。また、フォトショップの回でご紹介しました、フォトグラフィープランですね。これも6月より、始まった新しい、まあ、クリエイティブクラウドの導入方法なんですけども、フォトショップとライトルーム、がですね、利用できるという、フォトグラフィープランなんですが、クラウドストレージの方も、ご利用いただけるようになっております。ただこちらはですね、2GB、通常版あるいは単体サブスクリプションに対してですね、ちょっと少なくなるんですけども、2GB のクラウドストレージがご利用いただけるという形になっております。さあ、これをですね、どうやって利用するのかということなんですけども、はい、このクラウドストレージ自体はですね、このブラウザーのですね、こちらファイルというところから自分のクラウド上のストレージにですね、アクセスすることができます。早速クリックしてみたいと思います。はい、こちらをクリックしますと、さあ以前はですね、クリエイティブクラウドのファイル数という形で URL を直接クリックいただくとかですね、といったような形でご紹介していた部分なんですが、adobe.com のトップページでサインインいただいて、直接こちらのページにアクセスすることができるようになりました。はい、こんな形です。クリエイティブクラウドファイルスということでですね、私、まあ、この上に、でファイルをですね、フォルダ管理しておりまして、いくつかのフォルダで構成されておりますけども、こんな形になっています。少し画面を見やすくしたいと思いますけども、はい、ちょっとお待ちくださいね。こんな感じですね。で、クラウドストレージが今画面に出ております。で、こちらですね、まあ、フォルダで、さらにここ開けると、こんな形で、フォルダの中にですね、まあ、クリエイティブ、クラウド、で作ったこれはフォトショップのファイルなんですけども、がこう入っているという形でございます。でこちらに、何かファイルを追加したいぞという時はですね、デスクトップから、ドラッグ&ドロップで、はい、このようにですね、ファイルをアップロードというふうに出てきますので、ここでマウスを離していただくとクラウド上にコピーを作ってくれるという形でアップロードすることができます。またですね、こちらにはい、アップロードされましたね。でこちらに上がっているファイルをデスクトップに持ってきたいときはですね、このストレージからダウンロードしていただくということになるんですけども、例えばこのサムネイルをちょっと見てみましょう。このフォトショップファイルの右下になります三角形のアイコンがございます。こちらを、クリックいただいて、こちらから、まあ、引っ張ってくると。違いましたね。ですね、ダウンロードする失礼しました。こちらをクリックしまして、まずサムネイルをちょっと開けてみたいと思いますね。サムネイルをクリックしますと、ちょっとネットワークがスローで恐縮なんですけども、はい、来ましたと。で、こちらのですね、失礼しました、ここ上げた状態で右のここですね、アクションというところをクリックいただくとダウンロードができると。ちょっとダウンロードするの面倒ですよね、これということでですね、紹介したい、機能を一つご紹介します。ですね、このクリエイティブクラウドストレージ、のですね、この、よいしょ、こちら、をですね、これ私は今この個人版という形のアカウントで20ギガのスペースの中にですね、こういったファイルが上がっているわけなんですけども、これのですね、ミラーをローカルに、つまりこのパソコン上に置くということが可能になっております。よいしょ、ちょっとご紹介しますね。
はい、で、そちらのアクセスなんですけども、こちらのクリエイティブクラウドデスクトップから行くのが一番早いかと思います。の中の、まあ、いくつかタブが並んでおります。先ほどこのアップスというところをご紹介しましたが、このアセットというタブを、クリックいただくと、さらにファイル、フォント、マーケットという形で3つのタブが出てきます。このファイル、こちらをクリックいただくと、こういうような画面になります。で、こちらご覧いただきますとですね、自分のクラウドストレージのですね、まあ、全体20ギガのうちどれぐらいをすでに、まあ、使っているかという情報が、ここに出てきます。で、その上の部分なんですが、2つのボタンがございます。ウェブで表示というところをクリックいただくと、先ほどのウェブページですね、クリエイティブクラウドの、まあ、ブラウザー上での、クラウドストレージエリアがこういうふうに表示されます。よいしょ。ネットワークのスピードがちょっとスローではありますが、今頑張って表示してくれます。さ、はい、来ました。で、こちらさっきと一緒ですね。で、もう一つございました。このフォルダーを開く、これは何ぞやというとこなんですが、ここをクリックしますと、はい、これローカルのフォルダーが今開きました。で、こちらですね、クリエイティブクラウドファイルスという形の、まあ、フォルダー名の中に展開されているものになります。で、これは、自分の、まあ、ユーザーアカウントのところの直下にですね、自動的にこのクリエイティブクラウドファイルスという形で、作成されます。で、こちらの内容とこの、よいしょ、ブラウザーで、まあ、確認ができるこのクラウドストレージの内容というのは、実はこう完全にミラーリングになっております。ですので、例えばですね、私今このローカルのフォルダーの中に1個新しく、フォルダーを作ってみたいと思います。ファイル、新規フォルダーですね、作りました。そうすると、こんな形で、まあ、ローカルにフォルダーが今作られました。で、あっという間にですね、こちらにもミラーリングが作られたという形になっています。で、名称をつけてみたいと思います。シシドジョーという形でクリエイティブクラウド道場の、名前にしました。そうすると、こちらに移動しましたね。で、このアイコンにちょっとご注目いただきたいんですが、これ今同期してますよというアイコンです。リネームを行ったその同期内容、リネームを行った内容をですね、同期を取ることによって、このクラウドストレージ上に反映するという動きを取っております。はい、今こちらが、終わったよっていうふうに変わりました。で、こちら、ストレージ、ブラウザー上もですね、シシド上というフォルダーが1個作られたということになります。で、このローカルのフォルダーの、こちら、シシド上フォルダーの中にですね、何かコピーをします。コピーをしました。また同期、してますよというですね、アイコンに切り替わっております。あ、でもう終わりましたね。終わった時点でですね、このストレージ側に行ってこれ開けてみたいと思います。開けますと、今ですね、放り込んだ内容がすでに、こちらにもう上がってるよというのがご確認いただけるかと思います。つまりですね、特にまあアップロードあるいはですね、ダウンロードしなくてもですね、こちらのローカルフォルダに行った処理が、自動的にですね、バックグラウンドの方で、このクラウドストレージに対して行われるというような形で、ご利用いただくことができるようになっております。この機能を使っていただくと、まあ特にこういちいち上げる、アップロードする、ダウンロードするっていうですね、時間を短縮していただくということが可能になっておりますし、また自宅のパソコンと会社のパソコンでですね、それぞれ同期機能をオンにしておいていただくとですね、もうこの時点でお家に帰るとですね、自動的にまた引っ張ってきて、まあこのクリエイティブクラウドファイルズの内容がですね、まあ、同期される、まあ、上げたり下げたり、引っ張ったりとかですね、ということを行わなくても、大丈夫という形になります。ただ、ご注意いただきたいのがですね、これ基本的に、まあ
私今個人版ですから 20GB でグループ版ですと 100GB のストレージが使える。でそれの同期フォルダがローカルに作られるということは、最大まあ 20GB のエリアが、まあ自動的にですね、まあ埋まっていくというような、挙動をしていくということになります。場合によってはこの、同期をやめたいということがあるかもしれません。そういった時はですね、こちらの、クリエイティブクラウドデスクトップの、アプリの方を開いていただいて、この環境設定の中からですね、はい、こちらですね、よいしょ、こちらのファイルタブをクリックいただいて、同期のオン・オフを行うことができるようになっております。でこちらの画面ですね、見ていただくとこういうふうになっておりますけれども、フォルダーの場所というのをですね、変えることもできるようになっております。また転送速度の設定、このダウンロードあるいはアップロードにですね、あまり負荷がかかっていることがですね、他の作業に影響するときはご調整をいただくということも可能になっております。また各オペレーティングシステム、Mac あるいはですね、Windows の通知機能に対応しておりまして、こちらのフォルダに対してアップデートがあったとかですね、というような情報の通知を行わないという設定をですね、こちらから設定しておくということもできるようになっておりますので、このですね、クリエイティブクラウドの、クリエイティブクラウドデスクトップのですね、環境設定を、まあ、好みな状態にチューニングしておくということができるようになっております。ということですね、このクリエイティブクラウドデスク、クリエイティブクラウドのこのストレージ機能というのがですね、まあ、あるのは知ってるけども、なかなかですね、実は使ってないんですよという方、結構いらっしゃったというところでですね、まあ、こういった、情報を、ご紹介しました。まあ、このストレージを使うとですね、こういう、まあ、クリエイティブクラウド上のストレージエリアと、ローカルがこう同期してくれるというものでございます。そして、またこのクリエイティブクラウドストレージにちなんでですね、もう一つご紹介したいのが、この共有という機能です。まあ、クリエイティブクラウド上に置いてある、まあ、各種、まあ、ファイルをですね、まあ、リンクを作って公開して、まあ、共有をするという機能。そして、新しく追加されたのがこちらです。フォルダー共有というですね、機能ですね。こちらまたフォルダーを公開してリンクを共有する方法と、あと特定の、人をですね、にメールアドレスを入力する形で、まあ、フォルダーのですね、共有メンバーになっていただくという、機能、この2つのですね、方法でフォルダーを共有することができるようになっています。ですね、ちょっとご紹介してみたいと思いますけども、はい、こちらのですね、例えばフォルダーの中でですね、先ほど作ったこの CC.JOE というですね、まあ、フォルダーの共有を図ってみたいと思いますけども、ここをクリックしますと、フォルダを共有するための2つのオプションが出てきます。で、まずは、このリンクを送信というオプションを選んでみます。そうしますと、なかなか重たいですね。はい、来ました。リンクを送信という画面が出ましたが、こちらで公開リンクを作成するというボタンを押すと、公開されます。はい、でそうするとですね、一つ URL が作られるわけですね。この URL を、まあ、共有することによって、この、フォルダーに対しての、アクセスを、許可するという形になってきます。で、こちらのオプションでですね、見せるけどもダウンロードはできないよというような形で、チェックを外していただくと、見せるだけねというような、設定をすることもできるようになっています。これがフォルダの共有方法のその1でございます。で、こちらは、ですね、公開リンクをちょっと一旦削除して、閉じます。もう一つのオプション、これですね、フォルダ共有、これやってみたいと思います。これを選びますと、はい、このような形で、
ちょっと先ほどと異なるダイアログが出てきますけども、自分がこのフォルダのオーナーとして、こちらに入力したメールアドレスの方にですね、このフォルダを共有する。それ以外の人には共有しない。つまり限定的に共有していくという形を取ることができます。で、このオプションの場合ですね、相手もですね、このフォルダーに対して書き込んだりとかですね、ファイルを置いたり、あるいはフォルダーの中にあるファイルを自分のところの例えばイラストレーターで開いて編集を行うといったようなですね、共同作業、協調作業がですね、コラボレーションを行っていくということができるようになるというのが特徴です。で、ちなみに共有をしているとこんな形で、共有フォルダー、3人のメンバーと共有してますよということを表すようにアイコン、サムネイルが変わるという挙動をします。で、ここで例えばフォルダー共有のところを見てみますと、共有しているメンバーがですね、こういうふうに出てきております。この人はもう共有から外したいということであれば、こちらのバッテンを外すと共有が解かれるという形になります。で、追加したいときはまたここで、こちらでですね、追加する数の制限は特にございませんので、どんどん追加していって、チームでこうコラボレーションしながら作っていくということが可能になっております。というのがですね、フォルダー共有、そしてファイルの共有といったところをご紹介しました。はい。でですね、こういったフォルダーを共有していくとですね、あると便利な機能、あるいはですね、ないと、危険な機能、危険なことというのがございます。これをカバーする2つの機能をご紹介したいと思います。これがですね、コメントの機能とですね、ヒストリーという機能ですね。これをちょっとご紹介します。はい。で、ちなみになんですが、例えばですね、ヒストリーの機能というのがどういうものかというのをちょっとご紹介します。で、はい。こちらの、このファイルをちょっとクリックしてみますね。これは Photoshop で作ったファイルなんですけども、ですね、クリエイティブクラウドストレージの上にあるですね、Adobe のですね、デザインツールで作られたファイルというのはですね、仮にそのデザインツール、あるいは Photoshop、イラストレーターとかですね、そういったツールがインストールされていなくても、このようにブラウザー上でサムネイルを確認することができるようになっています。これも一つの大きなメリットでございます。で、実はこのサムネイルだけではなくですね、この、ファイルの中で使われている色が何なのかというところを確認したりとかですね、このファイルの場合ですね、レイヤー1個しかないんですけども、レイヤーの情報というところをですね、確認する。そしてレイヤーを表示非表示を切り替えながらですね、ファイルの中身を確認するということができるようになっているというのがですね、このクラウドストレージ上に、ファイルを置くメリットでございます。で、これ今詳細というところの情報を見ておりましたけども、その隣にアクティビティというですね、タブがございます。ここをクリックしてみます。そうしますと、はい、こんな形でですね、コメントが何かついてます。これ、コメントを表すアイコンと、もう一つがですね、ヒストリー、つまり履歴を表すアイコン、2つがですね、こういう形で、時間を伴った形で、リストされているのがご覧いただけますでしょうか。で、こういうコメントがついております。牛が1匹足りないぞと。これですね、例えば1つのファイルに対して共有フォルダ上で、2人のメンバーで作業をしていた時に編集が重なっちゃうということが、どうしても発生します。で、その時にですね、
予期せぬ保存がされてしまったといったようなところでですね、これ実は牛がですねもう一頭ここにいる写真だったのが、牛が一匹いないよという書き込みがございます。で、もう一つご注目いただきたいのがですね、ここの更新というところですね。で、ここをクリックしますと、はい、ちょっと写真が変わりました。牛がいるバージョンこれが元々のバージョンだったんですけども、これが編集されて現在のバージョン、これになってしまっているということでございます。で、これに対してこのコメント欄でですね、牛が足りないというふうにですね書く、あるいはですね、ここをこうしてくれという編集指示を入れるというようなことが可能になっております。で、こちらの場合、牛が1匹いないということ ですね、これはまずいぞということで、牛がいた時のバージョンにですね、なんと戻すことができるんですね。こういうですね、ヒストリー履歴をですね、クリエイティブクラウドストレージ上にあるファイルはですね、こう持っていてくれます。で、この牛がいるバージョンに戻すときは、そのバージョンのサムネイルをこういうふうに表示した上で、こちらのアイコンですね、これをクリックいただくと、ストレージ上のファイルをですね、こちら、もう一回ですね、こういうダイアログが出てきます。復元しますかと。復元してくださいと。で、牛がいないバージョンの代わりに牛がいるバージョンが復元されてアップデートします。はい、画面が少し遅いのはですね、この部屋のネットワークが極端に遅いためにですね、こういうふうになっている。もう少し早く動くかと思いますけれども、こんな形で牛が復活しました。これ実はですね、現在のバージョンが牛が復活したバージョン、そして一つ前、こちらがですね、牛がないバージョン、そしてその前のですね、牛がもともといたバージョン、こんな感じで今3つのバージョンが存在しております。こういう形で10日ほど前まで遡ることができるようになっております。実際にはこういったですね、しまった、保存してしまったと、コマンド S という形で、あるいはコントロール S という形でですね、フォトショップワークやられている方結構いらっしゃるかと思うんですが、保存してしまったよといった時にもですね、すぐに戻れるということを目的としております。念のために10日ほど前までですね、クラウドストレージの方では履歴を取っております。10日過ぎるとですね、古いものからどんどん消えていくという形になりますけれども、こういった突発事故、あるいはですね、コラボレーションを行っている時に発生するような、保存ミス、こういったところをですね、即座に復旧ができるというのが、このヒストリー機能という形になっております。で、気になるのがですね、この部分ですね、このヒストリーとして、53メガバイトほどのデータがどん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 溜まっていくんですけども、実はこちらのヒストリーとして持っているデータの方はですね、この自分自身が持っているクラウドストレージを圧迫しない形で、つまりアドビ持ちでこの辺のバックアップヒストリーの部分はですね、対応しておりますので、皆様の、このエリアをですね、圧迫することはございませんので、気軽にご利用いただける機能としてですね、こちらのヒストリー機能も、ぜひご活用いただいて、いただければというふうに思います。はい、というところでですね、どんどん紹介しておりますけれども、いかがでしょうか。ですね、私、今日はですね、久しぶりに、一人で、やっておりまして、全然ソーシャルのところが終えてないのですけども、質問とかですね、いただいてますかね。グループ版で 100GB のスペースが必要になるのでしょうかということなんですけども、同期機能を使うときにはですね、はい、ローカルにも 100GB のエリアが、ボーンとこう使われてしまう。実際に 100GB フルで使ってなければですね、例えばクラウドストレージ上の 10GB を使ったときに、ローカルもですね、フォルダがまず作られて 10GB が消費されると。で、最大 100GB までですね、ローカルで使われていくというような挙動になります。ですので、最大 100GB のローカルスペースも必要になるというふうに答えると正確かなというふうに思います。
そうですね。そうですね。まあエリアが消費されちゃうっていうところの質問がいくつかありますね。はい。でですね、一つですね、クラウドストレージ上でですね、削除しても削除されないというですね、お問い合わせをよく実はいただきます。でですね、こちらのからくりをちょっとご紹介させていただければというふうに思います。からくりというかですね、実はこれデスクトップのフォルダ管理と非常に同じなんですが、名称がちょっと分かりにくいというところもございまして、ちょっとご説明させていただければと思います。で、例えばですが、こちらで、このフォルダ、先ほど GIF データをここにコピーしましたが、フォルダごと削除がしたいという時のオペレーションを行ってみます。で、こちらの三角をクリックいただきますと、はい、これですね。これが実は削除という意味合いになっております。アーカイブですね。で、こちらをクリックします。そうすると、こういうふうに削除します、アーカイブしますよというふうに、実はこのメッセージの中にも出てるんですが、実はこのアクションで行われる、のはですね、このフォルダを一旦アーカイブというエリアに移動するということを行っております。ですので、基本的に、行ったこの削除というアクションはですね、いきなり削除されるのではなく、アーカイブというところに一旦行くと。で、アーカイブに行って、さらに自分で本当に消し去るというですね、アクションを起こさない限りずっとこのアーカイブに残ります。これはちょうどデスクトップでいうとこのゴミ箱に入れてるという作業に近いものですね。で、ゴミ箱にドラッグアンドドロップで持って行ってもですね、実はまだゴミ箱の中に残ってます。本当にディスクのエリアを確保するためにはゴミ箱を空にするというアクションを行いますが、これと全く同じというふうに考えていただければと思います。で、アーカイブなんですけども、こちらにございます。このアーカイブをクリックいただきますと、今削除を行った、はい、内容がですね、出てきます。アーカイブの画面本当にちょっと今日ネットの調子がおかしい。はい、来ましたね。シシド城フォルダーがゴミ箱の中に入ってたんですね。で、こちらにチェックをつけていただくと、完全に削除というところが出てきます。あるいはですね、復元というオプションもございますけども、で、こちらで完全に削除をしていただくと、はい、本当にストレージ、クラウドストレージ上から消えてくれると、エリアが確保されるという挙動になるということになります。はい、これをですね、どんどんですね、ストレージが圧迫されていって、で、何もないのに、もうほとんど使ってる状態なんだけどっていう時はですね、このアーカイブというところをですね、ぜひご確認ください。で、こちらを削除、完全削除いただくとですね、エリアが確保されるはずでございますので、見てみていただければというふうに思います。はい、6つ、ご紹介しました。そして、次ですね、タイプキット、こちらをご紹介したいと思います。こちらはですね、はい、クラウドストレージからいきたいと思いますけれども、はい、この中にございます、やはりアセットというところでくくられるようになりました。以前は、こちらのですね、一番上の層にですね、ファイルと並んで、フォントというのがあったんですけれども、このアセットの中に、このファイルとフォント、あと後ほどご紹介するマーケットというのがですね、束ねられた形になっているというのもですね、6月のクリエイティブクラウドデスクトップのアップデートになっております。で、アセットの中の、このフォントというところをタップいただくと、これがタイプキットというですね、サービス、のですね、入り口、あるいはですね、管理を行うための画面になっております。で、タイプキットなんですけども、早速この青いボタンを押しますと、クリエイティブクラウドが提供しておりますこのフォントサービスタイプキットのウェブページにこうやって飛んでいきます。はい。で、こちらなんですけども、
この全てのフォントを参照、今のトップページに飛ぶ、パターン、あるいは直接こちらに来るパターン、両方あるんですけども、こんな形で飛んでくることが、できます。はい、何かフレーズが今入っちゃってますのでちょっと消しますけども、で、こちらが、まあ、タイプキットの、ブラウズ画面になります。で、こちらのグリッド表示、グリッド表示とリスト表示とあるんですが、グリッドの方がデフォルトになってまして、おそらくこんな形で皆様のところでは表示されるのではないかなというふうに思います。で、もともとですね、ウェブフォントサービスという形でスタートした、提供開始スタートした、タイプキットなんですけども、まあ、このデスクトップで使える、まあ、つまりはローカルにダウンロードして、その、まあ、パソコン環境の中でですね、まあ、デスクトップフォントとして使えるサービスがさらに追加されたという形で、まあ、進化してきております。まあ、このデスクトップで利用できるフォントもですね、まあ、700、800、最近では1000超えたのではないかなという形で、まあ、どんどん増えていってるんですけども、まあ、主に、まあ、オーブンフォント、がですねご利用いただける、あるいは、まあ、クリエイティブクラウドを入れていただくとですね、何かツールを入れると入ってくるコツカフォントとかですね、まあ、そういった日本語フォントも一部ございますが、基本的にはオーブン、がですねメインになっております。で、こちらから例えば、手書き風とかですね、まあ、抽出して手書き風でなおかつデスクトップで使えるフォントセットはこれですよと。で、お気に入りのフォントがございましたら、フォントを使用ということで、まあ、フェルトティップウーマンというフォントですけれども、こちらをクリックすると。で、選択したフォントを入れますよという形で入れました。そうするとですね、こちらもう一回見てみますが、今同期中でございますけども、もう入ってますね。はい、失礼しました。フェルトティップウーマンというフォントがここに入ってきますよというものでございます。で、ここで入れていただいたフォントは、デスクトップ上に、インストールされておりますので、Adobe のクリエイティブクラウドツールだけではなくですね、例えば PowerPoint とか、Word、こういったものの中でもご利用いただくことが可能になっております。また、こういったフォント、セットをですね、使ってイラストレーターあるいはフォトショップあるいはインデザインの中でご利用いただくと、先方に仮にこのタイプキットフォントが入ってなくてもですね、先方がまあクリエイティブクラウド、CC2014 バージョンであればですね、自動的に、まあ、そのタイプキットフォントをダウンロードして同じ見栄えを再現してくれるというですね、まあ、フォントの同期を行う機能というのも、ございますので、まあ、特にクリエイティブクラウド同士であればですね、安心してご利用いただくことが可能になっております。また、こちらのですね、フォントをですね消したいときはですね、このフォントを管理というボタンを押していただくと、こちらもですねブラウザーのリンクになっておりまして、先ほどのクリエイティブクラウド、ごめんなさい、タイプキットフォントのウェブページに飛んできまして、こちらを削除していくということができます。こんな感じですね。どんどん今削除してますけども、これで全部消しました。そうしますと、はい、こちら、全部なくなってこんな画面になります。まあ、これが、まあ、基本的にはフォントがまだ何も入っていない時の画面ですね。でこちらからタイプキット、からフォントを追加というふうにして、ブラウザを介して、フォントを入れていただくと、リスト表示に切り替わるというような、挙動でご利用いただくことができるというのがこのタイプキットでございます。はい、さあどんどんいきましょう。8番、になりますが、Behanceですね。まあ、世界最大のクリエイターのためのネットワーク、Behanceなんですけども、こちらへのアクセスがですね、やはりこのクリエイティブクラウドデスクトップのですね、こちらから行います。このコミュニティというところですね、こちらをタップいただくと、まあ、私のアカウントで、まあ、Behanceのサイトの中の、まあ
入り口がですねこう出てきます。私がですね、フォローしているあるいはですね、いいねをつけたコンテンツ、等々ですね、こちらからダイレクトで飛んで、例えばこれ新しく入ってきた、私がフォローしている方が、作ったクリエイティブだったりとかですね、登録した、コンテンツに、こうやってアクセスするということが可能です。でこちらに対して、ブラウズして見たりとかですね、あるいは、いいねをつけてあげるということが可能になっております。はい、こういう形でですね、ビハンスの入り口もですね、このクリエイティブクラウド、デスクトップの中から、アクセスすることができますし、また自分が挙げた、クリエイティブ、あるいはですね、そういったものをですね、確認したりとかですね、それに対しての評価、というのをですね、ここでブラウズするということが可能になっております。で、最初にですね、このコミュニティ、ビハンスの部分をご紹介したんですが、実はですね、新しくですね、なんかスライドがちょっと、すっ飛んでおりますが、9番目としてご紹介したいのが、このクリエイティブクラウド、マーケットという機能です。で、こちらがですね、このアセットの、ファイルフォントと紹介してきましたが、このマーケットという形で、もう一つですね、アセットとして追加されているというところをご紹介したいと思います。実はですね、この、クリエイティブクラウドマーケットという、機能はですね、さまざまな、素材のですね、ライブラリーになっております。で、ビハンスの、メンバー、クリエイターさんですね、が作った、アドビの方でですね、チョイスした、そのクリエイターさんが作った、本当にプロが作ったプロのための素材集という形になっておりまして、さまざまな、カテゴリー、こちらにございますけれども、画像だったりユーザーインターフェースのパーツだったりとかですね、そしてベクトルシェイプ、SVG データですね、あるいはアイコン、パターン、ブラシ、ブラシのですね、素材というのもございます。こういったものがですね、本当に、クリエイティブクラウドメンバーであればですね、ダウンロードして、そのまま、商用も含めてですねご利用いただけるというのが、このクリエイティブクラウドマーケットというですね新しいサービスになっております。で、こちらはものすごい数、しかもどんどん追加されておりまして、新しい順あるいはですね、アドビの方でおすすめという形で、レコメンドがですねこういうふうに、見るたびにこうアップデートされた形で、ご確認いただくことができるようになってます。で、こちらからカテゴリー別にですね、ブラウズしていく、そして見つけていくという方法も取れるんですが、一番よく使うですね検索方法というか見つけ方としては、やはりこの検索、パネルかと思います。こちらで例えば、クラウドというふうに入力してみます。そうすると、クラウドにちなんださまざまなアートワークというのが、ご確認いただけますでしょうか。主にですねこれは、クラウドというテーマでいくとですね、アイコンのようなものだったりとか、イラストだったりとかですね、時には写真だったりとか、そういうですねクラウドを想起させる、こういうですねイラストもございますし、こんな形でですね、探していただくということが可能になっております。何か一つ、ちょっと例えば、クラウディ・サンレイン、マイケルさんという方が作った、ものですね。ここタップしていただくと、これ SVG のデータでございますというのが分かるわけです。で、これをですね、ダウンロードというふうに、ボタンを押してみたいと思います。はい。で、このような形でダウンロードしますと、さあ、ちょっとブラウザーに行ってみましょう。で、先ほどのですね、こちらになるんですが、実はこのクリエイティブクラウドファイルス、つまりクラウドストレージの中にですね、初めてこのマーケットからダウンロードすると、このマーケットダウンロードというフォルダーが作られます。
でこちらちょっと開けてみます。そうすると、私がダウンロードした、そのファイル、まあ、あのコンテンツがですね、この中にダウンロードされてくるという形になっております。はい、こちらですね、今、僕がおそらくダウンロードしたのが、あ、これですね、クラウディサンレイン .svg というファイルになります。で、こちらに載ってるということはですよ、先ほどの話でいくとですね、ローカルにも自動的にコピーされてくるわけですね。はい、このマーケットダウンロード、もうすでにですね、緑のチェック、ボックスがついているということは、開けてみますとですね、該当するファイルがですね、こちらに入ってきております。これ、イラストレーターで、ちょっと開けてみますが、はい、もうこれ SVG データでございますので、まあ、あの拡大したりしてですね、あるいはまあ場合によっては縮小して、もですね、非常に、まあ邪気の出ないクオリティで、ご利用いただけるということになります。はい、この中でですね、これ、アウトラインこんな感じのデータですね。これもあの適宜ですね、拡大縮小、あるいはですね、ここからさらにあのウェブ用にピング保存して使うといったこと、あるいはですね、この、この雨の部分をですね、消してしまって、晴れのち曇り的にですね、このアイコンを利用するということもできるわけですね。こういう形でですね、本物のアートワークという形で、すぐに使っていただくということが可能になっております。また、ユニークな、例としてですね、これは私、デバイスという名称で検索して引っ張ってきた、一つの作品なんですけども、さまざまなデバイス、をですねのアイコン、集だったりとかですね、よいしょ、これ、まあ、iPhone、iPhone 縦横 iPad、そして、これも iMac ですね、これ、さらに構造を見てみますと、こういうふうにですね、非常にちゃんと作り込まれているものでございます。これで画面の部分をですね、任意のスクリーンショットに差し替えたりとかですね、こういうちょっと光った感じの加工というのもされていたりとかしますし、こういったところをですね、さらに編集を加えて、まあ、ご利用いただくということができるようになっています。非常に質の高いですね、アセッツをですね、ダウンロードしてご利用いただけるというのが、このクリエイティブクラウド、マーケットアセットの中のですね、マーケットという機能でございます。これですね、制限としましては、毎月500個までダウンロードが できるという、まあ、唯一の制限事項がございます。500って結構ありますよね。ですので結構ですね、ここから、まあ、どんどん引っ張って活用いただけるのではないかなというふうに思います。こういったですね、クリエイティブクラウドメンバーであればですね、使える新しい機能というのもですね、これは新しく追加された機能ではございますけれども、どん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 増えてきております。で、さらにさらにですね、結構、まあ、時間も迫ってきましたので、急いでいきたいと思いますけども、ちょっとですね、もう一回 adobe.com、に戻ってみたいと思います。はい、こちらのですね、この実はこのフォントというのが、タイプキットになっております。ファイルというのは先ほどご紹介しました。で、カラーというのがございます。これはクリエイティブクラウドデスクトップからはジャンプできないんですけども、こちらのカラーというところをですね、タップいただくと、はい、これも何度か番組でご紹介しました、クーラーというですね、アドビクーラーというサービス、の、ページに飛んできました。で、お気づきでしょうか、アドビクーラー、完全にローカライズされました。日本語のサービスになったんですね。で、この辺ですね、まあ、カラールールですね、前は、まあ、トライアドとかですね、こういうコンパウンドとかっていっても、なんじゃらほいっていう感じだったかと思うんですが、こういう形で、まあ、ローカライズされたというところでですね、ちょっと使いやすくなったというかですね、敷居が下がったかなというところもございます。で、こういうふうに、自分だけのですね、まあ、ルールを作って
ルールに基づいたですね、自分だけの配色パターンを作って、まあ、名称をつけてですね、保存していく、またコメントをつけて共有していく、ということが可能になっております。また、こういったですね、ところで作ったですね、カラークーラーのですね、カラーパレットなんですけども、はい、こちら今イラストレーターなんですけども、こちらのですね、ですね、はい、これですね、クーラー、新しくなったクーラーパネル、こちらから、今作った、パターンも含めてですね、直接これまあ、いわばクーラーに特化したこれブラウザーになっているわけですね。で、自分のテーマというのが、ここに出てきているという形になっております。これを、こちらタップいただいて、スウォッチの中に取り込んで使ったりとか、あるいは1色ずつここからダイレクトに、選んで適用していくということが可能になっております。こういったクリエイティブクラウド、デザインツール、の方とですね、連携して、このクーラー、ご利用いただけるようになっておりますので、しかもですね、その入り口がですね、なんとですね、ほい、よいしょ、違います、失礼しました。adobe.com、こちらのトップページですね、こちらからもダイレクトに、ご利用いただけるようになったというところがですね、一つトピックでございます。はい、というところでですね、クーラーの時点で私、10個紹介しておりますけども、そしてもう1個、11番目としてご紹介したいのが、こちらです。クリエイティブクラウド 4iOS、これは、残念ながら Android ユーザーさんの方は、今少しお待ちくださいということになるんですが、 iPhone およびですね、 iPad で、利用できる、クリエイティブクラウドというアプリでございます。で、こちらですね、ちょっと iTunes のサイト、でご紹介してみたいと思いますけども、これ iPhone 版ですね。実はクリエイティブクラウド、ファイル、つまりクラウドストレージ上のファイルのですね、まあ、サムネイルベースのですね、確認を行ったりとかですね、まあ、あるいは、iPhone 上の写真をクリエイティブクラウドストレージの方にですね、アップロードするということもですね、こちらで行うことができます。で、特に、まあ、例えば JPEG、とかですね、まあ、そういった画像ファイルでですね、まあ、例えばスライドを書き出して、置いておくとですね、こういう iPhone 上で、まあ、スライドショー的にこう見せるということが、まあ、できたりします。あるいは iPad 版とかだとこういうような UI になるわけですね。なので、ちょっとした、まあ、プレゼンテーションに利用したりなんていうことも私行ったりもしてますけども、こんな形でですね、クラウドストレージの、ブラウジングを行うための、クリエイティブクラウドアプリというのがですね、リリースされておりますので、こちらの方もぜひご利用いただければなというふうに思います。というところでですね、11個機能を紹介したんですが、実はまだあります。アドオンズ、これまあミューズの回と、あとフラッシュの回でもご紹介しました。こちらもですね、実は行ったり来たりして恐縮ですが、こちらのですね、まあadobe.com のですね、この部分ですねにアドオンズという形で、もう目立ってますね。これクリックいただくとアクセスいただくことができます。で、もちろんミューズの中とかですね、各アプリケーションの中からアドオンをしたいというところでクリックいただくと、例えばミューズであればミューズ用という形で抽出された形で表示されますけども、こちらのトップページから来ると、すべてのアドオンがこう表示されるという形になっております。有料のもの、無料のものという形で、まあ、絞り込んだりとかですね、まあ、最新とか人気のもの、あるいはですね、価格高い順とか評価順、こういった形で絞り込むこともできます。もちろん検索もできるようになってます。で、こちらのアプリケーションのですね、まあ、アイコンをタップいただく、例えばライトルーム用の、プリセットでいいのないかなということで、この中から探す。で、特に無料のものがいいなという形で、無料でもこんなにあるんですね。こちらからダウンロードして、見つけてダウンロードしてご利用いただくというような形で、もうこのアドオンというところがですね、adobe.com からもう直接、もう行って検索してすぐに使うということが可能になっ
ったというのもトピックの一つでございます。はい、はい、これですね、写真、実はですね、これもですねトップページの方にあるので、なんだろうこれって思われた方いらっしゃるかと思います。写真というですねところですね。これが、実はですね、ライトルームモバイルのリリースに伴ってライトルームから、ライトルームモバイルというですね、iPad アプリとですね、あるいは iPhone アプリの方と、コレクションの共有を行うということができるようになりました。で、あれ実はですね、デスクトップとモバイルの間に立つ形で、こちらの写真クリックしてみますけども、こちらのlightroom.adobe.com というですね、ウェブページ、こちらを経由して実は同期が行われているんですね。で、こちらの共有を、Lightroom デスクトップの方でですね、共有をかけたコレクションのブラウジングというのがですね、実はこちらから直接行うことができるようになっています。こんな形でですね、一つずつの写真を確認することももちろんできますし、スライドショーとしてですね、自動的にこう再生していくということもできるようになっています。はい。で、しかもですね、こちらからこのアイコンをクリックいただくと、共有オプションというのが出てきます。で、共有オプション、これをですね、選びますと、こういうふうにですね、公開、いろんな形での、公開を行っていくことができます。リンクを作って、公開する、あるいはですね、公開を制限する、形での、例えば選択済みのものだけ公開するとかですね、すべてを公開する。で、これを、こちらにできました、URL をですね、共有することによって、Facebook 経由、Twitter 経由、Google プラス経由であればこちらからダイレクトできますし、メールで送りたいということであればですね、こちらの部分をですね、コピーして、共有するということができるようになっています。つまりですね、Lightroom の共有機能でですね、を使うことによって、撮ったばかりの写真をですね、さっと皆さんと共有して、その写真の抽出の、情報に していくとかですね、というような運用、あるいはイベント等で撮った写真をですね、もうその時間その日のうちにですね、共有をかけて、みんなとシェアしていくというようなことがですね、素早くできるというのが、こちらのですね、Lightroom、Adobe.com、Lightroom Web と呼んでいる部分なんですけども、そちらのアクセスが、もう一回出しますね。はい、こちらですね。Adobe.com のトップページの、こちらのコントロールからですね、ダイレクトに、行くことができるというものでございます。ということで、13番目の機能として、Lightroom Web を紹介しておきたいなというふうに思います。そしてもう一つ実はございます。これは最後になりますけれども、クリエイティブクラウドフォーラムという機能でございます。今日の放送で私ほとんど質問に答えられていないのですが、クリエイティブクラウドにちなんだ、いろんな質問があるかと思います。その質問なんですけども、なかなかですね、Adobe のウェブページの中のヘルプからこう探したりとかいろいろされるとですね、見つからないよということがあるかと思いますけども、そんな時に便利な機能をですね、一つ最後にご紹介したいと思います。ですね、ここで登場するのが、検索エンジン、としてはですね、非常に有名な、Google ですね、こちらから言っていただくのが一番いいかなというふうに、思いまして、ここで僕入力するのはですね、クリエイティブクラウドフォーラム、フォーラムカタカナでいいと思います。こんな形で、検索いただくとですね、クリエイティブクラウド、広告がいくつかございますけれども、これですね、コミュニティジャパンフォーラムっていうやつですね。これです。こちらに行っていただくといいかと思います。で、行きますとですね、
はい、こちらに来ました。で、ここのクリエイティブクラウド、アドビージャパンフォーラムという中のクリエイティブクラウドのフォーラムに入っていただくと、実はですね、皆様からよくいただいている質問というのがですね、こちらに上がっておりまして、まあ、あのクリエイティブクラウドにお詳しいエキスパートの方々、あるいはですね、アドビ、自身がですね、まあ、その質問に答えていくというような、まあ、ページになっております。こちらがなかなかですね、いい感じで、使い勝手がいいというところでですね、ご紹介しておきたいと思います。まあ、トピックですね、自分が疑問に思っているトピックを、こちらの中からですね、探していただいても結構ですし、まあ、そのトピック、のですね、まあ、あの検索をですね、まずしていただくということも、こちらから、行うことができるようになっています。で、特に、まあ、この辺見ていただくとですね、よくある質問っていうのがですね、非常に、よく上がっていたりします。ちょっとネガティブではありますけども、契約を解約したいというようなですね、質問もあったりするわけなんですけども、事情により解約したいと、でこちらですねという形でクリックいただくと、はい、もう解約方法のページにポーンと飛んでくるという形ですね。あるいは契約の内容を変更したいといったところもですね、こちらから、まあ、こちらのガイダンスに従って行うことができますよというところだったりとかですね、まあ、あるいは機能的なところ、うまくインストールができないといったようなこと、いろんな、多岐にわたる質問があるかと思います。同期が失敗とかですね、いうところをクリックいただくとですね、まあ、これを試されてはどうですかというようなですね、まあ、ガイダンスが出ていたりとかですね、いろんな、まあ、解決している、質問、そしてまだ未解決な質問というのがですね、まあ、このグリーンとブルーという形で、こう出てるわけなんですけども、こんな形でご利用いただけるサービスになっております。こちらですね、非常に便利、そして、なんていうんですかね、回答に行き着く、確率が非常に高いというところですね、このですね、フォーラムというところをですね、最後にご紹介させていただきました。こちら、もですね、合わせてご活用いただければなというふうに思います。ですね、1時間過ぎてしまいましたね。サクサクっと行きたかったんですけどもね、結構うまくというかですね、時間がかかってしまって申し訳ございません。でもこんなにたくさんですね、クリエイティブクラウドのサービスがですね、どん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 アップデートして、充実化しておりますので、特に、まあ、そうですね、今日の中でいくとですね、ストレージっていう部分、がですね、まあ、今日をきっかけにですね、使っていただければなというのが一つと、あと、まあ、adobe.com ですね、こちらが、非常に一新している。でその、まあ、ナビゲーション、どういうふうにですね、サイトを使ったらいいかわからないという、まあ、戸惑いのようなですね、ご質問が結構あったんですけども、まあ、クリエイティブクラウドの入り口としてですね、ご利用いただけるようになったというところでですね、こちらをですね、もう常にブックマークして、何かアクションを起こしたいときにですね、まず、adobe.com に行っていただいて、そちらからこう作業をするということもですね、可能になってきますので、ぜひご活用いただければなというふうに思います。はい、というところでですね、今日、はですね、クリエイティブクラウドの、まあ、一新した、サービスをご紹介しました。はい、それではですね、告知コーナーに行ってみたいと思います。じゃーん、出てきましたね。はい、Adobe Max でございます。ですね、昨年 Adobe Max という、イベントが、まあ、ロサンゼルスの方で、5月に開催されましたが、1年半ぶりぐらいな感じのイメージでしょうか。今年もですね、 Adobe Max が開催されます。さあ、ちょっとですね、ウェブページを見ながらご紹介したいと思うんですけども、今年はですね、2014年10月4日から8日、ということでですね、ロサンゼルスの方で開催されると。で、従来ですね、MAX、まあ、特にデベロッパーさんのためのですね、デベロッパーカンファレンスというような、形での開催だったところがですね、去年の開催から、こちらにございますね、
クリエイティビティカンファレンスということでですね、まあ、もちろんデベロッパー様の情報も含めてということではございますが、まあ、Adobe のクリエイティブツール全般のですね、カンファレンスという形で、まあ、規模も大きくなりましたし、コンテンツもさらに広がったという形になっております。まあ、世界中から5000人以上のクリエイターが集まるというようなイベントになっております。もうすでにですね、毎回マックスは行ってるんだというような方ですね、もう申し込まれた方もいらっしゃるかと思うんですが、実はですね、日本の方でも毎回ですね、マックス、あるたびにですね、ツアー、アドビジャパンの方でもですね、ツアーを、作りまして、こういった形で行っております。で、今回もですね、実はもう締め切りは明日になっていまして、8月29日明日の17時まで、ということではございますけども、こういう、ツアー、の方もですね用意しておりますので、興味のある方はですね、こちらから、お申し込みいただければなというふうに思います。非常に楽しみでございます。今日、この数週間はですね、2014年リリースのクリエイティブクラウドという形でいろんなツールをご紹介しましたが、きっとこの MAX のタイミングでもですね、大幅なさまざまな新しい部分のアップデートというのがですね見られるかなというふうに思いますし、さらに未来の機能というのもですね、紹介されるのがこの MAX の特徴でございますので、こちら楽しみにしていただければなというふうに思っております。またですね、10月4日から8日ということで、特に6日7日ぐらいのタイミングになりますかね、日本時間でいうと、この MAX のキーノートというのがございまして、そちらのセッションで、紹介されるような内容というところをですね、このクリエイティブクラウド道場の方でもですね、速報的にお伝えしていく予定でございますので、また詳細が決まりましたら、ご紹介させてください。はい、クリエイティブクラウドグループ番号導入の方、向けのですね、ユーザーズボイス登録キャンペーンというのを行っております。こちらですね、グループ番、ご導入いただいた方、こちらのですね、用意しました、抽選、申し込みページの方でですね、申し込んでいただくだけで、なんと Amazon ギフト券1000円が、もらえると、漏れなくもらえるというキャンペーンでございます。Adobe としましてはですね、このクリエイティブクラウドグループ版に対するですね、さまざまなフィードバックをですね、お客様の方からいただければなということで、この登録キャンペーンの方を開催しております。そしてさらにですね、毎月、抽選で1名様に、豪華景品が当たるというところで、8月はですね、この GoPro、がまた当たりますよというところでございます。こちら、ぜひですね、申し込んでいただければなというふうに思います。また8月分のですね、抽選は、来週のクリエイティブクラウド道場の方で、行う予定でございますので、もう申し込まれた方ですね、楽しみにしていただければなというふうに思います。はい、クリエイティブクラウド道場の方ではですね、取り上げてほしいテーマを募集しております。ハッシュタグシドジョー、まで、いただければなというふうに思います。そして8月が終わりますが、9月のスケジュールというのをですね、ちょっとご紹介しておきたいなというふうに思います。まずですね、来週なんですけども、こちらも、8月にですね、実はご紹介したばかりではあるんですが、ミューズ CC2014、こちらがですね、8月にさらにアップデートを行いまして、機能が追加されております。このミューズ CC の最新機能というのをですね、来週はご紹介できればなというふうに思います。そして9月11日、こちらプレミアプロ CC を特集していきたいと思います。というかですね、主にフォトショップを使って言われている方が対象なんですけども、そろそろ動画を本格的に始めたいと、でもプレミアプロ CC ですね、なかなか勉強する時間がなくてというようなフィードバックをよくいただいております。ということでですね、このプレミアプロ CC を使って、動画編集の、基本中の基本というかですね、初めの歯というかですね、一番最初という部分をですね、こと始めということで、ご紹介したいなというふうに思っております。ぜひですね、そうですね、この9月11日に向けて、何でも結構でございますので、動画素材というのをですね、それぞれ用意いただいて
ければなというふうに思います。本当に極端な話、スマートフォンで撮った動画でも結構でございますので、これをですね、あるいはまあ静止画、写真といった部分をですね、素材になるようなものをですね、ご用意いただいて、おけばですね、番組を見ながら、一緒にですね、編集していくということができるようになるかと思います。プレミアプロ CC を使って動画を始めようというところをですね、9月11日そしてそして、9月後半になってきますとですね、なんとジフアニメ大特集ですね。こちら実はですね、ちょっとですね、ブラウザーで、ご紹介ページを、はい、こちらでございます。なんとですね、ザ・ジフズ・アワード・オブ・ジフ・クリエイターというですね、こういう、はい、コンテストがですね、あるんですね。これですね、こんな形ですね。ですね、このまあ自負アニメの作品を作っていただいて、まあ、応募いただくと、作品をエントリーいただくと、でまあさまざまな賞が、まあ用意されているというようなものでございます。で実はアドビもですね、アドビ賞という形でですね、まあクリエイティブクラウド、をですね提供させていただこうかなという形で、こちらに参加しておりまして、実はまあ応募がもう始まっておりますが、11月にかけてですね、まあ募集しているという形です。で審査の上、年末に発表表彰式というようなイベントでございます。で、ですね、まあ、作品エントリーとかという形になってますが、このクリエイティブボックスさんというですね、がですね、主催で行っているイベントになっております。で、まあ、クリエイティブクラウド道場の方ではですね、このクリエイティブボックスの代表のですね、大野さんに来ていただいて、まあ、ジフアニメって何何って知らない方はいないかと思うんですが、まあ、このクリエイティブクラウドを使ってですね、ジフアニメって作れるんですね。いろんな方法で作ることができるんですけども、まあ、そういうところのレクチャーも含めてですね、特集していきたいなというふうに思っておりますので、こちらもですね、楽しみにしていただければと思います。この大野健介さん、は、ま、大野さんは大野さんですごい有名な方でございまして、ジフアニメやられている方であれば、ああとかって思われるかもしれませんけども、そちスペシャルという形で戦後、お送りしたいと思います。そして、9月25日、今度はですね、CC 使って LINE スタンプ、ということでですね、LINE のスタンプもですね、クリエイティブクラウドを使ってもちろん作ることができるわけなんですけども、どうやってでどういうふうにですね、まあ、LINE スタンプとしてですね、世の中に出していけばいいかというところも含めてですね、ちょっと特集組んでみようかなということで、これはなんとですね、大分から、まあ、イラストレーターの朝比奈さんに来ていただいて、レクチャーしてもらおうかなというふうに考えております。ですね、これは特にですね、まあ、イラストレーターを使ってイラストを始めたいっていうような方もですね、ぜひ見ていただきたい、学生の方とかも含めてですね、ぜひ見ていただきたい内容にしていきたいなというふうに思っておりますので、9月特に後半戦はですね、まあ、ゲストありのスペシャル枠という形でお送りする予定となっておりますので、楽しみにしていただければというふうに思います。ということでクリエイティブクラウド道場、今日もありがとうございました。また来週ですね、ミューズの特集になりますけれども、楽しみにしていただければと思います。おやすみなさい。